ゴリゴリにオンディマンの名グリンだ。お前らじゃがりこにお湯入れて混ぜてマッシュポテトみたいにして食べると美味しいの知ってるよね。お菓子にお湯入れて食うと何でもうまくなるんだよ。だから今日はこのお菓子たちをすべてマッシュする。レッツクッキング。おぉ、すっげえいい匂いする。じゃあなんだろう、まず何からいくか。リッツ。わ、すっごすっごカラムーチョ。あ、ちょっとチョコ入れすぎましたね。あ、いや、これもやっぱりあんま混ざんない。スープになっちゃうね。これは砕ける気配全くないけど、これ。あ、プリングルスは、あ、これ相性いいですね。プリングルスは相性相当いいぞ。コアラのマーチもいいです。もうほぼココア、ココアになったぞこれ。そういうことね。まあ、こうなるのね。はい、わかりました。じゃあまずじゃがりこ、これぞマッシュポツだよね。じゃあいただきます。あ、このままマッシュポツじゃんこれ。いい感じのマッシュポテト。じゃあ続きましてコアラのマーチ。トロットロ、新食感です。これすげえトロッとしてるプリングルス。じゃあ続きましてとんがりコーン。ちょっと焦げの味がするオートミールみたいな。はい、じゃあ柿の種いただきます。うん、うえピー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 みたいな感じ。あー、いくぞー、ピーターン。あ、ディズニーランドに売ってるあのキャラメルのなんかポップコーンみたいな味する。スッパムーチョ。なんかね、ちょっと生になったね。はい、カラムーチョ。味がなんか全体的に薄くなってもう辛くないね。ラスト、リーッ。おいしい。まずくない、まずくないよ、まずくないんだけど、これをおやつとして喜んで食えって言われたら絶対食わないですね。俺的ベストワンは、これココアのマーチ。やみー。これ毎日行けって言われても、そうね、3日に1回なら。Thank you.